こんにちは、モノモースです。今日は、M1 グランプリの3回戦の結果が発表されましたね。あの宮下草薙や四戦闘シーンを含む一部の人気組が頂点には残れず、驚きとともに熱い議論が巻き起こっています。さて、一体何が起こっているのでしょうか演者にとっても、一畑田の目立つあれはなく、真剣勝負のは、そして、テレビ出演多数の実績は、必ずしも漫才の舞台での成功を保証するものではないという現実。この結果には、漫才に対する猛烈な情熱と、一瞬も気を抜けない厳しさが垣間見えるものだと思います。例えば 敗者復活かかから頂点ををを極めたたのように時間けけて磨きをかけた漫才はやはやりり強くフレッシュな魅力があります一方で、テレビでの露出が多いことは漫才の出前と必ずしも一致しないことも明白です。実際、多くのコンビがショーレースにはあえて参戦しないこともあるとか、これはしっかりと作り上げられた漫才ネタには時間と情熱が不可欠で生半可な気持ちでは通用しないからでしょうね。そして、この結果には漫才という形式の厳粛さとその文化へのリスペクトが現れています。漫才は劇場や営業で鍛えられ稽古に 励む人たちはその実力を発揮する場であるべきなのです。反論を唱える方もいますが、敗退した人気組には未だにの可能性が秘められているとも考えられます。彼らはきっとこの経験を糧に、さらに面白い漫才を見せてくれると私は信じています。結局のところ、でも1。グランプリには漫才というジャンルを愛する。全ての人々はそれぞれの位置から精進し、続ける姿勢を反映しているのです。簡単に言えば、テレビの露出を漫才での実力は別真の漫才師として成長し続けるためには与えない努力と情熱は必要ということ。こうした。 これからの M1 グランプリへの挑戦者にとっての重要な教訓としてそして漫才を愛する全ての人にとっての議論の糧として私たちは耳を傾け目を向け続けるべきなのではないでしょうかところで皆さんはどのように感じましたかぜひコメントで意見を共有してくださいねそれでは今回はここまで最後に漫才の実力とテレビ出演は別物真剣勝負の場である M1 グランプリは漫才師の努力と情熱の結晶であるという主張を改めて繰り返して締めくくりたいと思いますありがとうございました